クレアムルソーは、イギリスジャージー島出身の元サッカー選手。ポジションは DF。2005年に現役を引退するまで主として、左サイドバックとしてプレーした。また所属クラブやイングランド代表で、プレースキックのキッカーを任されることもあった。ジャージー島にあるセントポールスというチームから1987年に、チェルシーに移籍。 1990から91シーズンからレギュラーに定着する。しかし監督のイアン・ポーター・フィールドと対立してしまい1993年3月にブラックバンド・オーバーズに席。すぐさまポジションを獲得し1994年3月9日、デンマーク戦でイングランド代表デビューを果たす。1994から95シーズンにはアラン・シアラー、 クリス・サットンらと共にブラックバンド・オーバーズのリーグ優勝に貢献した。1995年にブラジル代表との試合においてミドルシュートを打ち、それが得点となったという経験もしている。1997年にはチェルシーに復帰して、翌1998年フランスワールドカップのイングランド代表に選出される。一次リーグのチュニジア代表戦では、 彼のフリーキックからアランシアラーのゴールが生まれた。しかしその後わけが代表の若返りなどもあり、代表から遠ざかってしまう。2001から02シーズンにはクラブで左サイドハーフとして安定したプレーを見せ、左サイドの人材難に陥っていたイングランド代表入りを待望する声もあったが、2002年 FIFA ワールドカップ日韓大会のメンバーには選ばれなかった。 2003年7月にはウェインブリッジと交換でサウサンプトンに移籍。サウサンプトンでもレギュラーを張ったものの、翌2004から05シーズンは怪我に悩まされる。チームが広角圏内で低迷する中復帰し、35節ののリッジ戦ではボレーシュートを決め、プレミアリーグ残留がかかったシーズン最終戦、マンチェスターユナイテッドとの大一番では、 コーナーキックからゴールを生み出した。しかしチームは敗れ降格、そして彼もピッチを去った。しかし、2012年イングランドキューブリーグウェンブリー、FC に選手として加入。ありがとうございます。